イオンシネマを運営するイオンエンターテイメントは3月16日映画館を利用した来館客に対し従業員が不適切な発言したとして謝罪文を発表した画像指導不足によるものと猛省イオンシネマの謝罪全文イオンシネマを利用した車椅子ユーザーが映画の鑑賞後スタッフから今後は別の劇場を利用するよう伝えられたという趣旨の投稿を SNS 上で出したところ イオンシネマ側の対応をめぐり議論を呼んでいた。同社は、弊社従業員による不適切な対応に関するお詫び、と題する文書を発表した。イオンシネマシアタス調布のグランシアターで、来館客の映画鑑賞後、従業員が移動の手伝いをする際に不適切な発言をしたことが判明したと報告。楽しみに当劇場にお越しいただいたにもかかわらず、 不適切な対応により大変不快なお思いをさせてしまいました。と述べ、謝罪した。同社は今回の件を重く受け止め、従業員へのお客様対応の教育再徹底と再発防止策を講じるとともに、設備の改善を進め、お客様の信頼回復に努めてまいります。としている。改正障害者差別解消法の施行により、4月1日から、 障害のある人への合理的配慮の提供が企業や店舗などの事業者に義務付けられる。